皆さん、わーという言葉を聞いたことがあるでしょうか。まあ、一部のね、ドアコたちがよく使っている言葉で、私のフレンドさんなんかもね、よく使っていて、その影響から、私もね、結構頻繁に使うようになった言葉です。定型にも登録していて、これですね。わー。で、わーという言葉自体は、フレンドさんたちが使い出す前から、何度かね、インターネット上で目にしていたんですけれども、特に詳しい意味とかもあんまり分かってなくて、なんとなくのニュアンスで、捉えていたわけです。しかし自分でね、実際、使うようになって、なんというか使えば使うほどね、その響きに味わいが出てくるというか、深みが出てくるというか、なんかね、驚いてるようにも聞こえるし、悲しんでいるようにも聞こえるし、喜んでるようにも聞こえるし、なんとも不思議な響きの言葉だと。で、このオアという言葉一つで、喜怒哀楽のすべての感情を、表現できるような。便利なってね、便利な言葉と言ってしまうと、ちょっと薄っぺらい感じにはなってしまうんですけれども、なんというかね、不思議な言葉というか、魔法の言葉とでも言いましょうかと。そんな感じの言葉で、非常に使いやすいと。で、よく使っている言葉だったんですけれども、ある時、このオアという言葉、そもそもの語源というかね、どこから出てきた言葉なのかな、というのが、ちょっと気になって調べてみたんですね。で、私のフレンドの方々がね、使い始める前から、ネット上で、たまに、ね、目にしていた言葉だったので、そもそも、どっから出てきた言葉なのかというのを、調べてみました。で、インターネットで検索してみると、まず出てくるのが、アメリカのアメフト。なんか変な。アメフト選手の、マイケル・オアーさんって方とか、あと、イギリスのサッカー選手かなのトミー・オアーさんという方と、あと、車椅子ラグビーの日本代表のヘッドコーチのケビン・オアーさんっていう、大体こういう方々が出てきます。オアーっていう、言葉というか、英語圏では人名、人の名前として使われているようなんですけれども、これらの方々が由来となって、インターネット上で目にしていたというわけでもなさそうなので、ちょっと調べ方を変えて、画像検索ですね、をしてみました。で、画像に切り替えてみると、やっぱりほとんどは、この、今、ね、挙げたような、スポーツ選手の方々の、画像が出てくるわけですけれども、それに紛れて、いくつか、オアーの語源っぽい画像が、出てくると。で、一番多いのが、ポケットモンスターの漫画の、の叫び声として出てくるのが、一番多いかな。あとは、ストリートファイターっていうゲーム。格ゲー、いわゆる格ゲーですね。ストリートファイターの、バイソンっていう、ボクサーのキャラクターですね。が、このバイソンが攻撃するときの声が、オアー、オアー、オアーと聞こえるらしい。あとは、江藤博之さんの漫画の、魔法陣ぐるぐるってありますが、その魔法陣ぐるぐるに出てくる、長い声の猫っていうキャラクターの鳴き声
まあ、これもオア、まあ、大体この辺が出てきて、まあ、他にもね、ポプテピピック。まあ、これ、ね、まあ、濁点がついて、うわーみたいな、感じで、使われていたりもします。まあ、まあ、大体おそらく、ポケモンの漫画が由来で使われている場合が多い、というような印象でしたね。で、まあ、もともと私が以前から目にしたことがあったオアなんですが、まあ、今から4、5年前かな。ツイッターのハッシュタグで、まあ、ハッシュタグオアとして、まあ、ちょっと話題になっていたものなんですね。なんか、秋葉原の道路。で、まあ、ちょっと調べてみたら、戦国伝承っていうお店の前の道路に、なんか工事かなんかなんですかね、の目印で、まあ、おっていう文字と、あっていう文字が書かれていて、まあ、そのあという文字の横に、まあ、ちょうど白線が、ね、まあ、歩行者用かなの白線が引かれていて、まあ、それがちょうど、オアーと読めるということで、まあ、ちょっとした秋葉原の、まあ、名所でもないけど、うん、なんか、ね、いろんな人が、ね、これがオアーか、みたいな感じで写真を撮って、地面のね、ただの地面の写真を撮って、まあ、ツイッターに上げるみたいなことがよく、ね、4、5年前ですかね。よく行われていたわけです。で、私はポケモンの漫画の方は知らなかったので、まあ、皆さんがオアーという言葉を使っているのを見て、まあ、秋葉原の道路のやつかなーみたいな感じで聞いて、で、私も、うん、まあ、オアーという言葉を使っていました。っていうような話を以前、生配信で生配信でやったことがあるんですね。ですると、まあ、その配信をした後に、まあ、なんと有識者の方にお話を伺う機会があったんですね。で、ドアコたちの間でオアという言葉が使われるようになった瞬間に、まあ、立ち会ったという方がいらっしゃって、まあ、その方にお話を伺うことができました。その方のお話では、まあ、ドアコたちの間で、オアという言葉が使われるようになったきっかけっていうのは、まあ、ポケモンの漫画の方らしいです。で、私はこのポケモンの漫画のことを詳しく知らなかったんで、まあ、ちょっと、調べてみたんですが、穴久保耕作さんかなという方が書かれている漫画で、まあ、通称穴久保ポケモンと言われているらしいです。で、まあ、ピッピ、ね、ピッピという、まあ、可愛い人気のあるポケモンが主役の漫画になっているんですが、まあ、原作ゲームとか、まあ、ポケモンのアニメのイメージとは、まあ、かなりかけ離れている、まあ、全く異なるような、まあ、非常に奇抜なデザインで描かれていて、まあ、内容も、結構衝撃的なね、うん、ものだったようです。特に、ペッピの、叫び声として、まあ、ギエピーっていうのが有名で、まあ、その他にも、オアというね、叫び声が、ペッピの叫び声として登場すると。まあ、独特のセンスで描かれていたギャグ漫画として、まあ、大人気を博し、まあ、コロコロコミックで掲載されていたそうなんですが、まあ、実に、23年間という、まあ、長期の連載をしていました。2019年の11月号かな。で、惜しまれつつも連載を終了としていたと。で、まあ、この、穴久保ポケモンの連載が終了した2019年末のことだと思うんですが、まあ、そのあたりのドアコ集会で、この漫画のことが話題になったらしくて、
まあ、ギーピーというね、独特の叫び声の話を、で、盛り上がっていたと。で、その際、会話の中にいらっしゃった、一人の方が、おわーっていう叫び声もなかなかだよね、というようなことをおっしゃって、で、まあ、そうだよね、そうだよね、みたいな感じで、まあ、そこから一気に、おわーが広がったということらしい。で、まあ、まあ、別にそんな経緯を知らなくてもね、まあ、全く問題ないわけですが、まあ、私も気になって、調べていたことがあったので、まあ、疑問に思われている方もいらっしゃるかなと思って、まあ、話をしてみました。まあ、ここまで話して、まあ、一体何の話をしてるんだという感じでは、ありますが、ちなみにこのアナクモポケモンと呼ばれている漫画ですが、現在その続編が、コロコロオンラインにて、まあ、ウェブ連載されているということなので、まあ、興味のある方はチェックしてみてはいかがでしょうか。ということで、まあ、今日はこの辺でありがとうございました。